はい、それではこれから Python の Web フレームワーク、ボトルの基本的な使い方をご紹介していきます。この動画ではこちらの公式ドキュメントに従って、ボトルのインストールからいくつかのサンプルコードまで実行していきます。と動画の中ではですね、基本的なこういったハローワールドとか、あと、公式ドキュメントにもあるログインのプログラムですね。それから、こういったログインを応用した計算の、プログラム、それからあとは簡単な、株価の API を使って、株価の、現在のですね、価格を取得するというところまで、この動画の中で実際に、して、いきたいと思います。はい、それでは実際に、Visual Studio Code を使って、ボトルをインストールして作業していきたいと思います。はい、ではですね、まずは仮想環境から作っていきましょう。今回は myenv という仮想環境を作成します。はい、これで仮想環境ができたと思います。そうすると、PIP を確認すると、アップグレードしてくださいとありますので、書かれている通りに、ここでアップグレードしておきましょう。はい。で、ボトルをインストールします。で、ボトルのインストールは、いくつか方法ありますが、ここにちっちゃくですね、PIP インストールと書いてますので、こちらを実行します。はい。そうすると、ボトルが入ったことが確認できます。これで、プログラム上で、ボトルを利用できます。それでは、プログラムファイルを作って、ボトルを動かしていきましょう。で、いくつかですね、サンプルコードはありまして、このトップページのところに書かれてます。こちらをまず実行してみたいと思います。これ少しですね、応用期化した、プログラムになってきます。とりあえず実行してみます。はい、そうすると、ローカルホストの8080を開いてくださいとあります。通常のブラウザでもいいんですが、今回は分かりやすくするために、この Visual Studio Code 上で、ブラウザを開きます。はい、そうすると、8080を開いてくださいとありますが、エラーになってます。で、404ですね。で、これなぜエラーが出てるかと言いますと、ここですね、ルートディレクトリがハローになってます。なので、ここをハローにします。まだエラーです。その後に名前を入れてくださいというふうにありますので、ここで、何か001とかですね、それから大島とか自分の名前とか入れてみると、ディレクトリができてというか、ディレクトリが割り当てられて、で、その文字がここに出力されるという形になります。ここのネームとですね、ここのネームが、リンクされているような形ですね。こうやってちょっと少し Python の、応用した、引数とかですね、そうした応用を効かしたプログラムになってきますので、この Hello World、Hello のプログラムはちょっと、慣れてないと少し、ややこしくなる。ここのネームはですね、ここに割り当てられて、で、こっちに行ってるという、4つもあって難しく感じるんですけれども、これは少しずつ使う中で、慣れていけばいいんじゃないかなというふうに思います。で、もう少しですね、これいきなりちょっと難しいんですけれども、こう下の方に行きますと、クイックスタートということで、こちらの方が、比較的シンプルなプログラムになってきますので、改めてこちらをですね、貼り付けて実行してみましょう。で、今動いているこのボトルのプログラムを閉じるときは、Ctrl-C で閉じます。他の、
コントロール Z などで止めてしまうと、ポートが生きたままの状態になりますので、もう一回こうプログラムを実行するとですね、ぶつかってしまうのでちょっとややこしくなりますので、できるだけコントロール C で消しましょう。もし、コントロール Z で消した場合は、こんな風な、キルのコマンドで、ポートを閉じてもう一遍開くということもできます。で、シンプルなプログラムに書き換えましたので、もう一回8080を開いてみます。そうすると、ここのディレクトリではなくて、ハローのところにありますので、すると、こんな形で文字をリターンでですね、文字を出力できるというふうになります。これが一つの基本的なプログラムでしょう。で、下の方に行きますと、これは、APP を、割り当てて実行してください。他の、文字で、何か実行するときなんかに、制御文として役立ってくるような書き方です。で、あとはですね、これは先ほど実行しましたね。で、こちらがログインのサンプルですね。こちらも実行してみましょう。こちらをコピーしまして、で、新しくファイルを作って、はい、で、保存して、書かれていた通りそのままをですね貼り付けて、で、実行してみたいと思います。と、そうすると、何も出力ありません。これはここの下側にですね、アプリケーションの実行の欄がありませんので何も起きないということなので、ランを追加してやると、今度はランがないと出ます。ランがないということなので、ランを足して保存してもう一回実行します。そうすると、8080を開いてくださいとありますので、8080を開いてみますと、ダメでログインのルートですね。こちらはログインとすると、ログインのここのですね、フォームで書かれている内容が今、ブラウザ上で表示されているというような形になります。試しにですね、ユーザーネームと、あとパスワードって入れてみます。とすると、リターンを押すとエラーが出てきました。で、見てみますと、ここですね、チェックログインがないよということで、プログラムを確認せずに実行したことが間違いかもしれないんですが、何行目ですかね。書いて17行目ですね。あ、これですね。はい。この関数を作ってませんので、ダメですよとありますので、とりあえずですね、実行しようと思いますと、一旦消しまして、ここで、ユーザーネーム、先ほど、入力したこのユーザーネームが、ユーザーネームで、パスワードが、このパスワード、これ同じ文字がですね、小文字にはしようと思うんですけど、これが、それで入力されたらですね、ログインできるよというふうに、したいと思います。で、本当は関数などで制御する方がいいと思うんですが、とりあえずの、ボトルの動きを確認するためだけになりますので、簡単に制御文を書きます。で、and で、これとこれが、正だったら、こっちのリターンしてくださいねってあります。アンドでいきます。はい、これで、OK だと思います。で、せっかくなので、ここを最初、トップディレクトリにして、で、このフォームが表示されます。今の画面と同じ画面が表示されて、で、入力したユーザーネームとか、パスワードですね、については、ログインのルートに、入力した値を割り当ててください、飛ばしてくださいというふうにします。で、ログインの中で、このユーザーネームですね、が、ここに割り当てられて、で、パスワードに入力した項目はここに割り当てられて、それが変数として、
それぞれユーザーネームとパスワードがあって、それがまあイコールだったらまあ OK というふうに出すようにします。 OK 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 としておきます。はい。でまあこうバツバツバツと適当に書いておけば、まあ、サンプルなのでいいでしょう。で、実行してみます。で今度は、トップディレクトリーでいけてますね。はい。とここの、ルートがですね、さっきはログインだったんですけど、もうログイン消しましたのでトップでいきます。でまあ試しにユーザーネームを間違って、自分の名前を入れてみます。すると、バツっていうふうに出ました。でまあここをまあ、ここのユーザーネームですね。で、パスワードと同じように入れてみます。ユーザーネームで、パスワードと入れました。で、ログインすると OKOK というような形で出てきます。まあ、このように、デフォルトのですね、チュートリアルに書かれてあるプログラムのままだとちょっとエラーが出てしまうんですが、この制御文をですね、変えると、こんな風に、まあ、ボトルでも、まあ、ログインとか制御する。まあ、ログインと言いますか、こう、まあ、パスワードのようなですね、このページにはパスワードが必要ですというような、設定で、活用できるんじゃないかなと思います。ちょっとデータベースつなぐのには少し、めんどくさい部分があるかもしれないです。はい。まあ、これがログインで、で、次はそうですね。まあ、いろいろ書かれて、まあ、あとエラーのこととかあるんですけれども、今のこのログインを応用しますと、入力した値に対して、まあ、出力されましたので、これまあ計算とかにですね、そういったものにも応用できますので、少しサンプルを、動かしてみたいと思います。で、プログラムを軽く書いてると、ちょっと長くなりますので、GitHub の方からお借りします。お借りしますというか自分のなんですけれども、軽くで、まあ、試しにこう円の面積を、計算するプログラムですね。まあ何でも計算式は、お好みのものに変えればいいと思うんですけれども、基本的には先ほどのログインと同じような形だと思います。最初のディレクトリでフォームの、項目を設けて、それが入力されたらサブミットされて軽くに飛んで、で、カルクに、飛ぶ値がこれですね、インプットされるのが、ドラディアス、半径ですね、半径というものがこっちに飛んでいって、それがまあ R に割り当てられて、で、半径かける半径かける 3.14 の計算結果がまあ出力されるというふうになります。まあ、これを実際に動かしてみます。で、8080ですね。はい、そうすると、まあ、例えば10センチっていうふうにすると、ここのカルクの、ところに移動して、で、10センチかける10センチかける3.14で314というような、計算結果になりました。まあ、ここは、いろんな計算式が応用できると思いますし、それから、まあ、足し算とか引き算とか、まあ、その電卓みたいな感じですかね、使うこともできると思います。ちょっとなんか変なことをした。あ、これですね。はい。まあ、これが一つの例です。あとはですね、API も、使ってみたいと思います。まあ、日経225のですね、株価のデータ。ちょっと、時刻表示がですね、少し、フリーの API なので、そのあたりがちょっと、自分で変更する必要があるとは思うんですけど、この、アルファバンテージというところが、ある程度無料でですね、株価のデータを取得できますので、まあ、こういった、REST API というんですかね、URL を入力することで、まあ、225だったり、まあ、他の、東証の銘柄とか、アメリカのダウの銘柄とかを、データを拾うことができます。JSON 形式で返ってきますね。で、これをもとに、作成したプログラムがありますので、そちらを実行してみます。とこちら225の株価のデータの取得プログラムですね。で一番下のサーバーストップはなくてもいいんですが、ちょっとなんか入れてますね。で、これをコピーしまして、貼り付けて保存。で、実行します。
リクエストがないよということで出てきましたので、pip install でリクエストですね。リクエストですね。はい。で、入りましたので、225を動かしてみますと、8080とあります。で、こんにちはって出てますね。で、225を割り当てると、ちょっとタイムラグがあります。で、データが返ってくるという形ですね。まあ、このレイアウトとか、まあ、ボトルなんで、まあ、こんな形にはなるんですけども、まあ、とりあえずのデータ取得とか、サンプルのプログラム、Python のプログラムを動かすには、ボトルというのはすごく使いやすいかなというふうに思います。もう一段階ですね、まあ、レイアウトを整えていきたいとか、ってなると、フラスクに、フラスクの方が適切かなと思います。以上ですね、と思いましたが、試しにですね、今これが、プログラム動いているんですけども、これをコントロール Z で閉じてみます。それで、再びプログラムを動かそうとすると、all the address in use っていうふうに出ますね。で、これ、まあ、ポートとかいろいろ調べていけばいいと思うんですけども、これだと、ポートが、自分が設定したですね、8080が使われているということで使えないので、まあ、他の番号を割り当てたりとか、いろいろ、手段はあると思うんですが、試しにこちらのですね、kill のコマンドをと実行してみます。8080ですね。で、なんてないんですけれども、これでもう一回225すると、動くっていう形になります。なので、まあ、この動いているプログラムを、まあ、ミスってですね、ポートを使えなくなった時なんかは、こちらの kill のコマンドで、一回ポートを閉じて、で、また、プログラムを実行すると、使いやすいんじゃないかなと思います。で、また、こう書いてますので、Ctrl-C で、閉じる方が、使いやすいと思います。はい、以上で終わります。ありがとうございました。